滝沢勝成チャンネルメンバーシップ茶話会開始のお知らせ。滝沢勝成チャンネルメンバーシップ茶話会って何でござるか。滝沢勝成チャンネルメンバーシップ茶話会は滝沢へ直接質問相談することができ、メンバー限定チャットで音楽仲間を増やして情報交換や交流を図ったり、メンバー限定動画、限定生配信、限定イベント、限定プレゼントなど、滝沢勝成の応援しつつお役立ちコンテンツが丸ごと手に入るとってもお得なコミュニティです。滝沢へ質問ができるんでござるか。どうやって入会の際にメンバー限定の質問箱の URL をお渡しいたしますので、ペンネームや匿名でどなたも気軽に質問を滝沢に送ることができます。どんなことを質問できるのでござるか。ギターのテクニックやメンテナンス、音楽理論や料理のこと、恋の相談、進路の相談、バレンタインに向けたレシピの相談やおすすめのお酒の話など、僕が答えられるなら何でも OK です。その質問の回答というのはどこでどうやって確認するのでござるか。質問箱にいただいた質問に片っ端から答えた動画を作成し、それをメンバーの方だけに配信いたします。メンバー限定のチャットというものもどういうものなんでござるか。メンバーだけが書き込みできる承認制の LINE オープンチャットにご招待いたしますので、そちらでギターの話や音楽の話、イベントなどで皆さん同士の交流で盛り上がれればと思っております。なんだか面白そうでござる。これらの知見は一部に秘めてるんでござるか。ジャワ会にはランクが3つありまして、それぞれ受け取れる得点が変わってきます。なるほど、ざっくりそのランクについて知りたいのでござるが、それでは順番にジャワ会ブロンズ、ジャワ会シルバー、ジャワ会ゴールドの紹介をいたしましょう。ジャワ会ブロンズ、マッチアイコン。動画や生放送にコメントやチャットした際に、お名前の横にジャワ会会員限定のアイコンがつきます。じゃんじゃんコメントやチャットをして会員アピールをしちゃいましょう。カスタム絵文字。こちらも生放送なので使えるジャワ会会員限定の絵文字をプレゼント。ジャワ会会員が増えると登録できる絵文字が増える YouTube のシステムなので順次追加予定です。生放送アーカイブの閲覧。通常放送後は非公開にしている毎週恒例の日曜の夜ですや、その他の生放送の録画が見れるようになってしまいます。開放の送付。毎月25日に登録いただいたメールアドレスで月刊ジャワ会開放を PDF でお届け。最新情報をゲットしちゃいましょう。会員限定バッジはなんだか気分いいでござるね。開放もかなり気になるでござる。他のランクはどんな感じでござるか。ジャワ会シルバー、シルバーゴールド会員限定チャット。先ほど触れました承認制の LINE オープンチャットにご招待。みんなでワイワイ盛り上がりましょう。シルバーゴールド会員限定動画配信。ジャワ会会員専用の質問箱に送られた質問に滝沢は片っ端から答えまくる動画を月に1回プレゼントいたします。シルバーゴールド会員限定プレゼント。動画で使用したギターやエフェクター、その他グッズなどを抽選でプレゼントいたします。シルバーゴールド会員限定イベント。開催頻度はまだ未定ですが、都内もしくは神奈川県内で該当会員限定のイベントを実施予定です。またブロンズに付与されている特典はすべてシルバーの中に入っております。仲間も増えそうだし、質問にも答えてもらえて、プレゼントをもらえて、イベントの招待まで、これはとても楽しそうなプランでござるね。最後のプランはこれがもっとすごいのでござるか。すごいのかどうかは分かりませんが、最後のプランはちょいと支援してくださる皆様へ僕の甘えみたいな、なんかそんなのが少し入っておりまして、ちょいとあれなのですが、はい、続きお話しなさいでござる。ジャワ会ゴールド動画撮影編集チャンネル運営の皆様、実際に僕が撮影している現場や編集をしている作業の様子を雑談しながら生放送で全てお見せします。もちろん使っている機材や使用方法など作業しながらにはなってしまうんですが、全てお答えいたしますので、 YouTuber になりたいという人にはおすすめのプランなのかもしれません。オンライン Zoom 飲み会にご招待。月に1回 Zoom で皆さんとオンライン飲み会を実施いたします。その時に質問や相談をはじめとし、雑談などをして親睦を深められればと思っております。もちろんシルバーとブロンズに付与される特典はすべてゴールドの中に入っております。当然大会はいつでもできますし、コース変更はいつでも可能です。とりあえずシルバーから始めて様子を見てから判断するなんていう使い方も OK。 僕自身も皆様とチャットや限定動画などで交流ができることを心から楽しみにしております。よしこでござる。それでは視聴者の皆さんもぜひご参加くださいでござる。滝沢勝成チャンネルメンバーシップ茶話会のご入会心からお待ち申し上げます。